山田監督の作品「川辺ーー母と暮らせば」では戦前から戦後で大変つらい時期を苦しみながら耐える母を演じさせていただきました今回のお母さんはちょっと飛んでて明るくってみんなと一緒に生きていくという母親ですぜひこの映画を楽しんでいただければと思っておりますよろしくお願いいたします 吉永さん、あ、そのまま吉永さん、せっかく綺麗な、あの、よかったですんで一周回って帯なども皆さんにご覧いただいてよろしいでしょうか一周回ってワンといういやワンは言わなくていいです <laughs> よろしく、はい、ちょっと待っていただきますかはい、はい、<laughs> はい。ありがとうございます恥ずかしいいえいえありがとうございます神崎明雄、吉永さんの息子役、大泉洋さんです <laughs> 回らなくて結構です回らなくて結構です なんで回らなくて結構なんですか回らしてくださいよ。今日は本当にお暑い中あ,ありがとうございます。吉永さんの息子役の私がいましてですね、えー、さらにその私から生まれた永野芽郁ちゃんがいるわけですね。うーん、一体この、この、まままま吉永さんから永野芽郁ちゃんは何か分かる気がする。一体何が起きてこここにに間にこう これれが生まれたのかというのか,からないわわらなけです、えー、映画の中でも「突然変異」という言葉でね処理させていただいておりますけども今ねこう改めてあの吉永さんにお会いしますと、うん、やっぱりちょっとど,どうして俺が生まれたんだろうと思うんですけどこの映画を見ますとこの映画の中にいるあの。 秋夫とあのそのお母さんの環境を見るとです、ね、もう不思議ともうこれはもう親子にしか見えないと思うのであのもうどうぞ皆さんもうご安心して見ていただいてですねあの山田監督が作りました本当にこう古き良き日本の姿だとは思うんですけども我々からするともしかその若い人たちから見るとどこか新しさも感じるすごくなんかこう。 斬新な映映画画にも感じるあの映画でございましたあの山田監督のまた新たな挑戦をあの皆さんで見ていただければというふうに思っておりますえすごくあの山田組には2度目の参加だったんですけどすごく久しぶりな監督とご一緒できてそしてこんだけ素晴らしい先輩方とご一緒できたことが本当に光栄でした。では一周回ります <laughs> あり,すありがとうございます。ありがとうございます。木部富幸、工藤寛九郎さんです。すみません。えー、<laughs> すみません。あの、小泉さんの同級生なんですけど、あのす、すごく迷惑をかける役なんです。なので、多分僕の好感度はこれから下がっていきますので、今が一番いい状態ですので。えー <laughs> でも本当にあの皆さんおっしゃってますけど素晴らしい作品ですのでよろしくお願いします山田監督とは20年ぶりえ20年前にパソナレ西米という映画でまあ生まれて初めてそのお芝居をやらせていただいてそれ以来のえお声をかけていただいた作品です素晴らしい素晴らしい作品にでき出られて本当に感動しております ありがとうございます。私も一種もあります。ありがとうございます。そうですね。大体の大泉さんのことお前って呼ぶんですよね。それが生まれて初めてのことで、なんか最初は戸惑いがあったんですけど、そのうちに慣れてきましたし、あのやっぱり下町に一、えー、年ぐらい前に山田監督と一緒に。 で向こう島とかいろいろなとこを見て歩いてとってもみんなそこに生きてらっしゃる方たちが生き生きしてらっしゃるんですねで私のモデルになった、えー、旅屋も行きましたしあのとっても素敵な場所だなというふうに思ってそれをなんかいつも思いながらセットでも撮影しましたその旅屋さんで旅をオーダーしてちゃんとお作りになったんですよ そうですか。まあ、そうやって地道な事前の取材も含めてっていうことですね。そうですね。えー、とにかく、あの、まあ、おお,お、お元気なんですよね。<laughs> いや、もう、本当、それが可愛らしくて、あの、今回のシーンっていうのは、あの、なんかね、ね、監督にすると珍しかったようなんですけど、割と長回しだったんですよね。そう,そうです、そうです。 ですからこうセリフが多いセリフは多い中で結構長回しで撮るものですからまあそれがうまくいった時にそのもうもう飛び上がって喜ぶ吉永さんがまあ本当に可愛らしくてなんかもう本当に素敵だったなと思いますね今回は大泉さんの娘さんという役でしたけれどもはいああいうお父さんはいかがでしたかいかがでしたかえー、ちょっとぶつかる役でしたよね <laughs> はいあ、ええ、でもその 娘を演じた私からするとやっぱりなんかこう父だったり母だったりに対してのある種の甘えみたいなものはすごくあるので大泉さんを前にするといつも以上にこう自分の気持ちが高ぶる瞬間もあればなんかぶつけたくなったりもしてっていうのを大泉さんが全部受け止めてくださったので、うん、すごく好きな父でした。ありがとうございます <laughs> 大泉さんは、本当に、カメラが回っていない時でも、お話が、面白いです。そんなもう、ほとんど食い物の話だよね。はい。もう、あそ、あそこのあれを食ったか、今度あれを、食べに行こうみたいな話ばっかりですよ。はい。本当に、あのでも、美味しい、あの、ご飯屋さんに、大泉さんが撮影終わった後に、連れて行ってくださって。 父のように可愛がってくださいました。<laughs> そうですか。それ良かったです。<laughs> 初めて山田監督の演出を受けられて驚いたこと、何か感じたことありましたでしょうか。本当に現場で全部。あのジャッジするんですよ。そんな割と。あのカット割りとかこと。あの、もう、もう山田。幼児は迷わないと思ってたんですけど。迷うんですよね。ちょっと、それがすごい。あの嬉しかったです。あ、こう、こんなに撮ってても。 現場で考えるんだとか、現場でセリフ足すんだとかっていうのはすごい。あの勇気をもらったような気がします。はい、特に勘九郎さんはバンバンセリフ足されてました。そうなんですよ。<laughs> その足されるセリフが全部面白くて、最後の日、あの揉み合ってるシーン、ちょっと撮った時に、<laughs> あの思ってもない量のセリフが来て。<laughs> もううさすがに無理だろうって2人で <laughs> あのえこれ本当にやるんですかって言ったら「やるんだよ」って言われてその日に渡されたセリフの量にびっくりしてるうちにクランクアップでした結局それが最後だったんですとにかくだから監督がの映画が面白いのはまあその役なんとまあ脚本が面白いし役者も面白いのかなと思ったんだけどもその現場で多数監督の アアイディアが面白いんだなとかよくわかりましたあこんなに面白いこと足すんだっていうそうなんですよねあれもうちょっと足してかったのそうですか <laughs> 吉永さん「まあ、あの男はつらいよ」からもう6本目だと思うんですけれども、はい、監督とは昔からそうなんですか、はい <laughs> あの監督のそういうのを号外と私たちは呼んでおりまして「ああまた号外が来た」って言ってもう全部セリフが書いてあったのをまた違うセリフになってで必死で覚えてあの当日やることもありますそれと今回に関して言えば y o さんがあのこう長いセリフを監督からその場で書かれてそれをおっしゃったんですね。U、さんはたまいからピッと一回で やってそれをそれがとても楽しいセリフでみんなでわーっと笑ったんですところがあの実際に映画になりましたらそのセリフはカットでみんなでわーっと笑うとこからになっててゆう <laughs> さんはちょっとなんかしょんぼりしていらっしゃいましたけどやっぱりそのなんか指導っていうのかしら前奏が必要だっていうのもね,ねはいわかりました監督やはりゆうさんのセリフを切るのはちょっと忍びない感じもありましたか 実にあのなんて言うかな楽しい俳優さんですよねいろんなこうあの人見てるといろ,いろんなアイデアがかんでくる、まあ、いいいさんってそういうもんですねいやすごく光栄でしたしあの実際にこう現場で吉永さんがご自身でこうミシンを動かされてる姿を見させていただいてなんだかもうその町でその場所でいらっしゃる。 のが吉永さんなんだけど本当におばあちゃんに見えてすごくその女優さんとしてとても尊敬はもちろんありますけど憧れを抱きました吉永さんとの思い出みたいのってできましたか、はい、あの吉永さんがあの撮影が少しあのくれたシーンを撮る時に少し時間があったりしたんですけど。 その時にちょっとお腹空すいたら食べてねって言って和菓子をくださったりとかあのお手紙もいただいたりしてなんだかすごく本当に気にかけて一緒にいてくださったので大大事に大事にに食べました吉永さんはあの多分おばあちゃんという立ち位置としては初めてだったかもしれないと思うんですけれども、はい、おある意味、まあ、チャレンジングなとこもあったかもしれませんが今回のお役はどうでしたでしょうか そうですねと,とても難しくてどうしてかっていうと舞台だったら1ヶ月稽古してやるんですけれどもやっぱり1回みんなで本読みしてあとは自分でやらなきゃならないそういう部分でやっぱり年を重ねるとだんだんこう頭に入るセリフの量が少なくなってきてその点ではとってもあの大変でしたし。 中大達也さんが写経みたいにしてセリフをこう全部書いて覚えてらっしゃるっていうのを伺ったことがあって「よし私もそうしてみよう」って言ってそういうこともやりましたはいだから大変でしたそ,うですかそれでちょっと踏み込んだお話になりますけれども今回は恋をする自分が息子によって否定されるといいましょうか、はい、そんな年になって恋なんかしてっていうそのあたりはご自身としてはどんなふうに受け止めてらっしゃいますか 恋はととても大事だと思いますねどんなに年を重ねてもときめく心っていうのは持ってなきゃいけないと思うのであのこういうふうにあの寺尾さんにね恋をする役っていうのはなんかかウウキウキしして楽しかったですあのタイトルの「こんにちは母さん」にかけまして最近皆さんが「こんにちはしたもの」を教えてくださいという。難しいですね、ええあの 私はこんにちは赤ちゃんです。えー、あそうですか、えー。その赤ちゃんはあの大泉さんの前の作品で息子をやってくださった、えー、某和成さん、和成さんというご本名なんですけどのお嬢ちゃんに、はい、こんにちは赤ちゃんでお会いすることができました。だから今度は大泉さんのお嬢さんにもお嬢さんもあの 小学生、中学生。ぜひまたお会いしたいと思ってます。はいはい、ぜひ、そうですか。い,すいやー、全然浮かばない。ごめんなさいね、いや、もうこんにちはって言となんかこう、なん、なんででしょうね、いや、もう、なんでかわからないけど。いやー、なん、だろう、なん、なんでだろうな、こんにちはって言うとなんかう、パンツからこぼれて。<laughs> こんにちはしてますよ、しかも浮かばない。<laughs> そうですか。じゃ、後で回しす、すみません、中野さん。<laughs> いや、あと、これは後にされてもきついな。<laughs> 今のこんにちはを使われても厳しい。<laughs> <laughs> こんにちはね。あ,あ、この間ね、ええ、あのー、ロサンゼルス行ってきまして、はいはい、休暇で。それでね、あのー、エンゼルスの試合を見に行って、あ,ええ、あのちょっと離れたところからあの小、ー、谷翔平君にこんにちはって <laughs> いいお答え,えありがとうございます。すみません、パンツじゃないです。うんはい、そうね、僕自身に年老いた僕自身に会ってびっくりしてるって感じかな。こんにちは。<laughs> ええ 深いですね僕の年になると日々そういうことを感じますそうですか。えー、今日は監督がこの映画の撮影に入られる前にもしかしたら途中でできなくなるかもしれないというようなことをおっしゃってとってもとってもそれを伺って驚きましたしつらかったんですけれど。 撮影が始まってどん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 お元気になって今は先日も山口とかあの福岡の方にこの映画のキャンペーンでいらしたりもう大変あのお元気になられたので本当によかったと思いますしたくさんの方にこの映画を見ていただきたいとしししておおりりまます。す。どううぞよろしくお願いいいたしますありがとうございます僕沙織さんにそんなこと言いました はいおっしゃいました随分あれだな格好つけてんだな <laughs> うんあの時はしかし真剣にそう思ったのかなうん確かにクランクアップの日にやれやれよかったと途中,途中で食べたりしないでよかったと、まあ、ど,どっかで思ったのは事実です <laughs> あのその人も本当に俳優、まあ、さんの皆さんもそうですしあの大勢のスタッフが、まあ、僕のそういう状態にならないように一生懸命あの